X フリー八十六は九百九十一年よりオープンソースで開発されていた X ウィンドウシステムの実装である。名称は AT&T による i 三百八十六向け X ウィンドウシステムの実装である x 三百八十六の三をフリーに置き換えた点から由来している。PC 向けに広く使われていたフリーソフトウェアであり、OS としては Linux フリーブスド、ネトブスド、オパンブスド、ソラリス、MacOS 10, Windows NT, OS 2などを対象としている。CPU アーキテクチャとしては、当初、i386 系 CPU だけがサポートされたが、後に PowerPC などの他の CPU もサポートするようになっている。現在、二千九年五月を最後にコミットされておらず、二千十一年には、 プロジェクトは休止したと確認された。x f e 8 6のバージョン4 4からは、ライセンス条項が変わり、アパッ e ソフトウェアライセンスの社事条項に極めて類似した、いわゆる宣伝条項付き BSD ライセンスと似たものになったため、GPL をライセンスとしているソフトウェアを含むディストリビューションでは、ライセンス間の矛盾により使用できなくなった。 このライセンス形態の変更と以前からの X-Free86 の開発プロセスの閉鎖性に不満を持った X-Free86 の中核メンバーが X-Free86 プロジェクトを離脱し新たに XORG ファンデーションを立ち上げた。ありがとうございます。